中国先西省西安市で新型コロナの感染が拡大する中19日に流行性出血熱と呼ばれる人症抗生出血熱の感染者が相次いで発見され地域社会が緊張状態となっています中国の健康時報によると19日西安市の疾病管理センターは冬に入って西安市チャンアン区で流行性出血熱の感染者が何人か出たと明らかにしました 最初の感染者は18日に発見され、正確に何人が感染したかについては、公開しませんでした。西安市は19日午後、18日0時から24時の間に、10人の新規感染者が確認されたため、ロックダウンの様相を呈しているといいます。コロナ流行が深刻な同市チャンアン区では、同時に流行性出血熱の感染者も多数発生したため、住民はパニックに陥っています。 情報筋によると、チャンアンクだけで200人以上が出血熱に感染しているといいます。これを受けて、複数の病院が実際に流行性出血熱の患者を受け入れていることが、公式メディアで確認されました。ネットユーザーが投稿した動画によると、西安市にある病院は、すでに流行性出血熱に苦しむ患者で、あふれかえっているといいます。流行性出血熱は 発症初期のインフルエンザに似た症状を示し、出血などの症状を引き起こす急性発熱性の疾患です。最悪の場合は死亡に至ることもあり、地域社会は緊張に包まれています。中国のネットユーザーたちの間では、イチゴが感染源であるという噂が出回っていますが、専門家らは全く関係がないと説明しました。 主な感染源はネズミの72から90%を占めるセスジネズミです。セスジネズミの排泄物が乾燥して呼吸器を介してハンタウイルスなどが伝播されるのです。人間間でのウイルスの伝播はしないことが分かりました。中国の貿易当局によると2020年1月から8月に中国の関連感染者は4359件が発見され このうち21人が死亡しました。2019年にも9596件の感染事例のうち44人が死亡し、平均死亡率は0.4%に達しています。